康介ここまでやらせる。俺は美味しかったですけどね。やばい。さあ、というわけで今週も始まりましたエレちゃんとの時間でございます。 MC は私、新の侍田岸洋介でございます。どうぞよろしくお願いします。先週に引き続きというところではなくてですね、今週はなんと、まあ、完全に先週の続きのままな感じなんだけども、エレちゃん特別編でございます。ちょっとね、中身が何なのかっていうことはもしかしたら岸洋介の明日のライブで分かるかもしれないけども、ちょっとその模様をですね、皆さんに一足先に見ていただきたいというふうに思っております。ぜひ特別編楽しんでいってください。スタート。あ、俺映ってる。ああ、本当だ。そうだよ、ヒロミちゃん出ますよ。ヒロミちゃん出んの。はい。おあ、近いっすね。うん。元気？あ、元気ですよ。本当？寝起きですけど。あ、そうだよね。はい。カレー作ったじゃんね。あ、作りましたね。うん。あれ、プチバズを起こしてたよ。何ですか？あの、バズってた。あ、本当ですか？ね。全然知らなかった。あれね、あれバズってたのね。バズるってのはツイッターってことですか？あ、ね、再生回数が多い。今多分、この前の傷がなんか大乱闘スマッシュブラザーズを2人でやったんだけど、はいはいはい、それに次ぐ2位でございまして。おお、すごいよ。あれ大乱闘やりながらカレー作れば1位になれる。1位になるね、確実に。はい、大乱闘やりながらカレー作るってちょっと変だけどね。ちょっと罰ゲーム、どうやってやったんですか？あ、罰ゲームもやったね。いや、最近どうですか？最近っすか？うん、最近暑いですね。え、暑いです。待って待って、天候の話？天気じゃん。マジで？結構汗をかきます、ね。本当？はい。最近、あ、そうなんだ。そっか。え、お仕事とかどう？まあ、ぼっちぼっちですね。でも暑い。暑いです。暑いか。毛穴がもう開いちゃって。そう、毛穴の話する？あ、はい。うん。今何時だっけ？朝9時ぐらい。9時ぐらいじゃん。9時半。はい、9時半で毛穴の話する？そうですね。いいね。やっぱギャップ萌えかなと。はい、いいメイキングだよこれ。ですよね。うん、俺が欲しいやつ感じてます。この緩いやつね、はい、別に意気込みとかそういうのいいから。今日哲司さんは？今日哲司はオファーしてません。哲司はね、まあまあまあ、ちょっとなんか特別なことがないとあいつは出ないから。あ、なるほど。逆にもう、だって哲司のエレメンタルっていいでしょ。いいでしょ、もう結構エレメンタリー出しまくってますもんね。そう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 。はい、だと。はい、迫真の演技だな。迫真の演技だな。スーパーロングカットだったね。長かったですね。腹多いな。いらっしゃいませ。いいね。これマサさんじゃ大喜びでたこんなの。もう取って、はい、ね、それでまあちょっと一服して、はい、あ、タバコタバコっていう感じ。はい。おお。あ、はい、回りました。本番、よーい、スタート。こんなの見たことない。こんなの。エレちゃん、浜さんの熱演はいかがですか？いや、もうやっぱさすが役者ですよね。え、もうなんか朝俳優さんってすごいよね。もう俺はもう違う、お芝居頑張るけど俳優さんすごい。これ寄り取るのかな。若干カメラ、このカメラを映ってるんで、ほら、ほら、スクショ？じゃあ、スクショして、
ちょっと、はい、顔がファビュラスすぎて、はい、俺チューできるかもと思っちゃった。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。引き続き何卒よろしくお願いします。それ何かな、それね。ファビュラスいいね、いいね。ファビュラス。ありがとうございます、本当に。いやもうこれだよね、この顔だよね、これがいいよね。うん、まあいいと思うな。